ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界7月21日の出来事について触れてまいります。1967年国際プロレス名古屋金山大会でマイティーの上は仙台剛を相手にプロレスデビュー戦を行いました。1999年新日本プロレス札幌大会でレフリー柴田勝久の長男柴田勝頼がスーパージュニアバトルロイヤルでプロレスデビューを果たしました。1963年ジャイアントシルバーの誕生日です。1972年のこの日大谷慎二郎の誕生日です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。